出てた。今ね、めっちゃ時間かかってさ、打ち合わせとか8時間もねしてさ、飯食い行ったらめっちゃ待っててさ、食べてさ、そっから動画撮ってさ、終わってめっちゃ疲れたと思ったらさ、12時27分、もう月曜日なのブログ全般したらおかしいなこんな頑張ったのにこれじゃ5000円払う気にならねえじゃねえか。ああああ測定しないでって言ってよ測定しないでって言ってよ。俺測定しちゃうじゃん、このままじゃ。踏ん張ってんのかな。違う違う違う、やばい、ちょ、これやばい、知らない人に通用しない、やばい、ちょっと今一番焦ってる今。じゃあ、あのね、悟空の声優さんのモノマネをしてる芸人さんがこうやってね、なんとかできねえだろーって怒って、あーってこうやってやって、待って、測定しないで、野沢さん測定しないで、測定しないでって言って耐えて、測定してーって言って、測定したいんですかっていうツッコミで終わるのよ。知らんの。そういうね、悟空の声優さんのね、コンビのギャグがあるんですよ。あ、そうなんだ。そう、だから今止めないと、その俺この測定しちゃうから、止めなきゃダメなの。ごめんね。止めてね。はい。止めねえと終わらねえだろ。ああああ、測定しないで、哲也、測定しないで。測定してー。測定してーのかよ。やめようかな、これ。やめようもう。やめようもう。何これ。先般じゃん。じゃあもう芸人さんならやめなさいよ。